皆さんこんにちは、秀峰チャンネルへようこそ。中国は初の火星探査機天文1号の打ち上げに成功しました。長い飛行を経て最終目的地である火星に着陸した後、探査任務を行います。私が興味深いと思うのは天文という名前です。その由来は2000年以上前の中国の詩人屈原による長編詩天文で、この詩には全編を通して天地万物や人の世に対する問いが込められています。天文はおよそ1500余りの文字からなり、その問いかけは170以上に及ぶため、この詩は探求精神に満ちた文学作品とみなされています。そのことにちなんで、中国は今年公表したこの惑星探査プロジェクトを天文シリーズと命名し、初の火星探査任務の名称を天文1号としたのです。実のところ、中国の宇宙開発分野ではこのようにロマンあふれる名前が少なくありません。例えば中国が2004年から正式に開始した月探査計画は常賀プロジェクトと名付けられました。中国神話の一つである常賀本月の物語について、皆さんの中にはご存知の方もいるかもしれません。常賀は不死の薬を飲んで月に登り、そこで暮らすことになりました。このエピソードは日本の月探査機かぐやを思い起こさせます。その名前が竹取物語に登場するかぐや姫の伝説に由来するのと同様に、常賀という名前には中国の人々の月に対する想像力が込められているのです。現在中国はすでに常賀1号から常賀4号まで月探査機の打ち上げを成功させています。また今年打ち上げられる常賀5号は月の土壌サンプルを採取する予定です。その他、中国が自主研究開発によって生み出した有人宇宙船神舟号と宇宙ステーション天宮号の名前にも中国の人々の宇宙探査への夢が込められています。そしてその夢はもはや空想にとどまらず、すでに実行に移されているのです。中国の宇宙分野における実践はおよそ14世紀末の明代に遡ることができます。当時ある官吏が47のロケットを椅子に縛り付けて、自らはその椅子に座り、両手に2つの大きなタコを持ってロケットに点火し、空へ飛び立とうとしました。結果はご想像の通り、大爆発によって官吏は命を落としました。現代から見ればこのような行為は愚かに感じられるかもしれません。しかしロケットの推進力で空を飛ぶという発想は、これが世界初だったのです。1949年の中華人民共和国成立後、中国の宇宙開発事業は計画性を持ち、科学にのっとって安定的発展を真に始めました。現代科学の厳密さと伝統文化が持つロマンの融合、それこそが中国の宇宙開発の魅力なのでしょう。